はい、まずはですね、安田さん、バイクをお好きになったこうきっかけっていうのは何かありますか？安代さんのトークショーです。ですね、特に、大きな理由はなくて、はい、俺は出身が鹿児島なんですけど、はい、で家が、うちが天狗農家で、で畑に連れてかれたんですよね、はい、子供の頃手伝いに、はいはい、最初手伝ったんだけど、なってきて、もうちょっと不転にしてたんですけど、はいはい、ただね、ふっとね、顔上げたらね、おふくろのマイクあったんですよ、うん、でそれで、あ、耳も見てるみたいな感じで、うん、で、その時小学校4年だったんですけど、まあ、小学校2年から俺実は車乗ってたんで、そうですね、車4年ですけどね、はい、で、これはもう乗るしかないだろうっていうか、うんうん、でそれで初めて乗ったんですよ、ね、なるほど、もう、こう暇でしょうがないと、で、庭を見たらバイクがあったと、そうです、そうです、はい、もうそれをきっかけにバイクを乗り始めたと、そうですね、小学校2年の時に、じゃあなんでその車四輪乗り始めたかっていうと、うん、まあ、それを親父が畑に連れてくれたんですけど、はいはい、うちは牛も飼ってて、で堆肥を畑にまくのにちょっとずつ下ろしていくんですよ、うんうん、で畑の中でこうちょっとずつ下ろしては進み、ちょっと下ろしては進みってやってたんだけど、親父が自分の顔をいちいち運転して前に行って下ろしてるって面倒くさいから連れてって、うん、で俺に全身とか後ろからこう出会いから声をかけるんですよ、ね、でそれ言われたら俺は、ま、ということ胴に入れて、うん、ちゃんとほらクラッチもあるんですよ、へー、でそこにクラッチ